一体誰ならその染いう男は清美ママは言うたら東京に行っとったんじゃろう言葉もすっかり東京弁じゃしそん時付きちょっと男じゃないかのひょっとして昔の旦那とか踊れ清ちゃんがバツイチ言うんかそんなわけあるかいな,なんか根拠でもあるんすか当たり前じゃい清美言うたら踊れ清純な美女言うみんじゃけんの清純な美女だって結婚くらいしますよ それより罰位置だと色々納得いいいいですか年いいした女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由違うただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃそういえば赤ん坊の面倒を見るのも上手かったのねえキリュウの兄貴えああ確かに上手だなひょっとして 子供もいるんじゃないですかバカだれええ、うん、なっちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊のせいやもうまいもんなんじゃぶッアアアあんましかばちたれやるとぶち殺すなまだそうと決まったわけじゃねえだろうがあまりガイアが騒ぐんじゃねえよあ兄貴そらそうじゃけど落ち着けんわい 相手が極道じゃ言うならなおさらですわ、うん、大変じゃん <laughs> いいのじゃねえかなんならキヨちゃんがキヨちゃんがさらわれた